プリキュアシリーズ号、プリンセスプリキュア映画号、プリンセスプリキュア号号ー豪華3本立て映画号プリンセスプリキュア号号ー豪華3本立ては2015年10月31日に公開された劇場アニメーション映画キャッチコピーはハロウィンパーティーでご機嫌ようみんなの希望の力で開け夢への扉第十八回東京国際映画祭にて プリキュアと、声優陣、エブリー・リトル・シングが登壇、プリキュアシリーズ映画作品の第19弾であり、Go! プリンセス・プリキュアのレギュラー単独映画作品。全体を通して、公開日である10月31日に行われる、祝祭、ハロウィンをテーマにした作品となっている。シリーズ初となる3本だけ構成となっており、パンプキン王国を舞台とした50分の長編。 パンプキン王国の宝物、昼を失った夜の国が、舞台のフル CG アニメーションの20分の中編、プリキュアトレフィのワンダーナイト。SD キャラとなった、キュアフローラと鏡の中のお化けとのやりとりを描いた5部の CG 短編、キュアフローラといたずら鏡が上映される。このような上映形態になったことについて、本作品の企画を担当した、は、 秋は単発作品として上映していたが、春のオールスターズ映画のようにもう少し色々なことを盛り込んで賑やかなことはできないかというのが出発点になっていた。そこでデジタル映像部に相談したところ、これまでの CG 技術の蓄積をもとに新しいことをやってみたいと言われ、当初はレビュー映像を考えていたのが、ストーリーがちゃんとあるものができてきた。子供たちに、 違和感も与えないか、テレビで見たのと違うとなりかねないが、将来のことを考えれば、チャレンジするべきだろうと覚悟して挑んだと語っている。和塩は、コンセプトとして、真っ向勝負の感動的冒険長編、フル CG、ノンストップアクションストーリー、そして、フル CGSD キャラの三本立て、歌、ダンス、ファッションというエッセンスを取り込み、10年を超えたシリーズの、 新たなる挑戦の形を皆さんにお届けしたいとも語っている。この構成により散策計75分での上映となったが、このうち長編を50分にした理由について、和潮は、映画2人は、プリキュアスプラッシュスターチックタクキ機一発を上映した際にも一度同じ50分にしており、子供たちが集中して最後まで見られるのは50分ではないか。 と思って今回チャレンジしたと語っている。同年3月公開の映画プリキュアオールスターズ春のカーニバルでは導入されなかったミラクルライトが本作品では再び配布され、ミラクルライトによる鑑賞者参加型システムが継続される。合わせて恒例となっていたプロローグでのミラクルライトの解説はパフとアロマが担当。本作品ではミラクルライトの説明や 使用する際の警告などは割愛され、各作品冒頭でのミラクルライトで応援してほしいという簡潔な説明に止められている。この多姿勢、サンバイザー、プリンセスティアラも配布される。2015年10月に開催の第28回東京国際映画祭、パノラマ部門に出品が決定、10月24日にワールドプレミア上映されたほか、22日の 六本木ヒルズでのオープニングレッドカーペットにはプリキュアの着ぐるみとプリキュア役の声優4人 ELT の2人が参加24日に新宿通りで開催された新宿芸術天国2015でのレッドカーペットウォークにはキュアフローラの着ぐるみとプリキュア役の声優4人3人の監督が参加した同映画祭へのプリキュアシリーズの出品は二千十三年の 映画ドキドキ、プリキュアマナ結婚未来につなぐ希望のドレスが第26回に特別招待作品として出品して以来2作目となる。本編上映後には特報としてプリキュア映画シリーズ第20作記念作品となる新作映画プリキュアオールスターズみんなで歌う奇跡の魔法が2016年春公開予定で制作されることが発表された。 メインとなるセルベースの長編作品のパンプキン王国の宝物はあるきっかけで異世界に行ったプリキュアたちがそこで遭遇した事件に一生懸命立ち向かうという王道に近い形のストーリーで監督をフレッシュプリキュアやトリコでシリーズディレクターを務めたザコミン氏が担当。ワシオは トリコで3年間ご一緒させていただいたが、虐げられている人たちに対する視点が温かい。そうした人たちの気構えや着替えを拾ってくれると、評している。キャラクターデザインと作画監督は、フレッシュプリキュア。トリコでキャラクターデザインを担当した香川久志が務め、わしをも安心してお任せしていると語っている。脚本は、 女優の山蔵香織が舞台などでの脚本執筆時の秋の桜子名義で担当する。また、ゲスト声優としてシリーズ初参加の花澤香菜がパンプキン王国の王女パンプルル役で出演。花澤は私にとって憧れの番組なので関われることがとても嬉しかった。パンプキン王国の様子や妖精たちやパンプルルの衣装等全部が可愛くて 女の子の素敵、と思う壺をがっちり掴んでくれる作品。パンプルルの優しく強い心を大事に演じさせていただいたとコメントしている。また、長編の敵役であるオープンには同じく、シリーズ初参加のスワベ・ジュンイチが起用されている。また、同作品では主題歌として、エブリー・リトル・シングによる書き下ろしの楽曲が使われる。ELT が、 アニメ主題歌を担当するのは2013年公開の映画はなかった花咲け。パッカン町の国の大冒険主題歌、リエに以来で、作詞、ボーカルの持田香織は、友人の名など、周囲の友人たちの子供に、プリキュアのファンが多く、オファーを受けた時には大支給知らせたといい、子供たちが、また大人になった時にでも、ずっとキラキラとするような、素敵なものにできるよう頑張る。 私たち世代の方々にも懐かしさと憧れを思い出せるような楽曲にしたいと語っている。わしおも ELT さんの楽曲は強さと優しさがミックスされて今回の映画の目指すイメージとぴったり重なることからお願いした。持田さん、伊藤一郎さんが紡ぎ出す楽曲がプリキュアたちの思いと重なって素晴らしいハーモニーを奏でることを確信していると語っている。 このほか、ゲスト声優である花沢と後日の上書きもそれぞれの役として各作品の劇中歌を歌うことが決まっている。c g 中編作品のプリキュアトレフィのワンダーナイトは、上述したように c g で表現されたストーリーのあるアクション作品で、監督とキャラクターデザインはプリキュアシリーズのエンディング映像などを手掛けている宮本博士が担当。 マシオはハッピネスチャーチプリキュアの前期エンディングを手掛けているが、ダンスの合間に入る上調的な映像が素晴らしかった。アクションの面白さもだが、彼の上調的な演出がどれくらい入ってくるのか楽しみと語っている。宮本によると、もともと本作はプリキュアとは関係ない。レフィを主人公にしたハロウィンがテーマのオリジナル作品として制作する予定だったが、 プリキュア映画の公開がハロウィン当日になったため、制作統括を担当した日見タケ氏から合体させちゃえばと提案され、プリキュアの映画作品の一編としての制作に至った。また、当初はストーリーやレフィのキャラクター像は異なっていたが、和シの意見で現在の形に修正されたという。また、メインキャラクターのレフィ役として、 劇団四季のミュージカル、ライオンキングでヤングならを演じ、テレビでも、テレビ朝日、関ジャニーの仕分けのミュージカルキッズナンバーワン決定戦で優勝したことでも話題となった子役の植垣ひなたが声優に初挑戦する。植垣は小さい頃から見てきたプリキュアの映画に出させてもらえると聞いて、とても嬉しかった。とても緊張していますが、精一杯頑張りたいとコメントしている。 また、仇役である、ナイトパンプキン役には、中尾流星が起用されている。同作品で監督デビューを飾り、また、同作品によってその成果が認められたこと、そしてこれまで、プリキュアシリーズで培われた、東映アニメーションによる CG アニメーションの表現力や、技術力が評価され、同年12月には宮本に対し、CG ワールド主催の、 1> 第1回 CG ワールド大賞が贈られている。CG 短編作品のキュアフローラといたズラ鏡は SD キャラクターとなったキュアフローラを中心にした物語でセリフのないショートストーリーというシリーズとしては初の試みとなる。わしおは今回一番のチャレンジ。SD のキャラクターに惹かれるのは本来のターゲットよりも少し上の女の子たち。 すでにプリキュアを卒業していった人たちにもう一度、かわいいよねと言ってもらう、新しいファン層を獲得するためのチャレンジでもあると語っている。監督は、数多くの東映アニメーション作品で、監督や演出を手掛けてきた、海沢幸雄が起用されている。同作品では、SD キャラのキュアフローラの表情や動作を表現するため、過去に、イエス・プリキュア5シリーズの主題歌や、ドキドキ。 プリキュアの剣崎誠役などでシリーズに関わってきた宮本かな子がスタジオで実際に演技を行っている。宮本の起用理由について、和しは c g スタッフから子供らしい動きの参考が欲しいと相談を受け、もともと子役として可愛らしい動きや子供っぽい動きの勉強をされており、プリキュアをよく知っている方でもあり、ちょうど仕事も再開されたので、 それならばとお願いしたと語っている。全国211スクリーンでの上映で10月31日11月1日の初日2日間で動員118,292人、公衆1億2,938万3,300円を記録、工業通信社による映画観客動員ランキングでは初登場第4位に入った。また、 ピア調査による初日満足度ランキングでは第2位に入っている。最終講習は5億6千万円。本節に限り実際の上映順での表記に準じる。大きなバラがかたどられた綺麗なカチューシャを手に入れて喜んでいる。キュアフローラは部屋にある大きな鏡でそれをつけた姿を見ようとする。しかしその鏡には5匹のいたずら好きなお化けが潜んでいた。 フローラが鏡のカーテンを開けると、埃りが舞って咳き込んでしまうが、鏡に映ったフローラはカチューシャがなくすました顔をしていた。お化けたちが化けた鏡の中のフローラに、本物のフローラは怪しがり、お化けの正体を探ろうと表情を変えたり、ミラクルライトの力を得て姿を変えたりといろいろ試してみる。パンプキンプリンが名物のパンプキンカフェにパフェを食べに来た遥かたち。 しかし、遥は、一口食べた時にその味に、違和感を覚える。その最中、絶望具の襲撃に遭い、プリキュアに変身して撃退するが、突然光に包まれ気づけば、パンプキン王国にいた。城で出会った大臣のウォープによれば、王とお日には、娘がおらず、その代わりとなるプリンセスを決めるためにコンテストを、開催するという。遥たちは、それぞれの得意分野で、 予選会に出ることになったが、ふと見ると、カボチャの妖精、パンプーキンが、こそこそと行動しているのを目撃する。後を追ったハルカはその先にある塔の上に、王国のプリンセス、パンプルルが遊兵されていること、突如王国を包んだ光によって、王もお日も変わってしまったこと、そして妖精たちが、パンプキンプリンの増産のために、酷使されていることを知る。 パンプルルがなぜ閉じ込められたのか、なぜ王国が変わってしまったのか、そしてオープのーンの真意は、るかたちプリキュアは、パンプルルと王国を救うため戦う。るかが学園から寮の実室に戻った時のこと、部屋のどこかから呼ぶ声がする。探してみるとその声の主は、机の上にあった、パンプルルから譲り受けた人形だった。驚く遥かが気づいた時にはプリキュアに変身して、 見知らぬ世界におり、目の前には人形と同じ姿をした少女、レフィがいた。フローラとレフィは突如現れた絶望具に追われながらも、同様に突然この世界にやってきたプリキュアたちと合流する。レフィは、ここはパンプキングダムという国であるということ、ナイトパンプキンという敵が現れ昼を奪い去り夜の闇に乗っ取られたこと、昼を取り戻すには、 城の屋根にある鍵穴にミラクルプリンセスライトを刺すことだと語り、王国にヒルを取り戻すためにも協力してほしいと、プリキュアたちに頼む。レフィはこの国の姫であり、両親がナイトパンプキンによって、囚われのみであると知ったプリキュアたちは、この国のヒルを取り戻し、レフィの両親を救うため、レフィに協力することになる。テレビシリーズのレギュラーキャラクターのうち、とは、ユイ、ミッショムール。 クロロは映画作品には初登場となる。プリキュアの4人以外はパンプキン王国の宝物のみ登場。ただし、パフとアロマは各作品の冒頭でナビゲーターとして登場する。また、キュアフローラとイタズラ鏡ではキュアフローラがメインで登場するが終盤で他の3人のプリキュアも登場する。カボチャ畑が広がる自然豊かな国土であり、 中央には大樹がそびえ立ち、王族が住まうプリン型の宮殿がある。ウォープが進行してからは、宮殿に鳥籠のような高い塔がそびえ立ち、地下にはカボチャプリンを強制的に作らせている工場がある。かつては質素で、牧歌的な小国であったが、王族と妖精の中が良好であり、互いを大事にする共同体のような関係にあったため、現在は、 カボチャの開発などで発展した国に成長している。いずれもパンプキン王国の宝物のみ登場。王族王族はもともと普通の親子であったが、妖精たちに頼まれる形で大いについている。ウォープに侵略されてからは、王様とお日様が洗脳によって悪人に変貌し、王女のパンプルルは宮殿の塔に遊兵されている。 妖精テーマパークのような雰囲気が特徴の街並みであり、本来は昼の光で照らされているが、ナイトパンプキンの進行によって昼の光が奪われてからは夜の闇に閉ざされ、夜空には複数の月が出現し、無数の絶望具も徘徊するようになった。住人たちは心の中にミラクルライトを持っているが、ナイトパンプキンに心の光までも奪われた影響によって、 現在は住人たちも消滅している。いずれも、プリキュア・トレフィの、ワンダーナイトのみ登場。王族本作品では、パンプキン王国の宝物、プリキュア・トレフィの、ワンダーナイト、それぞれに異なる敵が登場する。怪物、パンプキン王国の宝物における強化フォームで、映画スイートプリキュア取り戻せ。心がつなぐ奇跡のメロディから、映画ハッピネス・チャーチプリキュア、 人形の国のバレリーナまでで見られていた主人公単独変身ではなく4人のプリキュア全員が変身する形となる。ドレスデザインはドレスデザイナーの小林栄子が手掛けており形状としてはテレビシリーズ本編に登場するモードイレガントドレスアッププレミアムに告示したプリンセスラインのドレスだがスカート部分を中心に膨らんだ形となっており全体の色合いが カボチャ特有の黄色やオレンジがかっているほか、カボチャの花や葉、鶴を模したティアラと飾りをつけている。なお、このドレスは、お友達2015年11月号の企画として、トリンドルレーナが実際に着用したほか、映画公開時には、新宿バルト9などにおいて展示されていた。本作品の関連作品として、物語号、プリンセスプリキュアゲトレフィの冒険が、 高段者経験文庫から2017年3月15日に発行されている。プリキュアトレフィのワンダーナイトのその後を書いた物語でプリキュアの物語に憧れる少女、花とプリキュアたちがパンプキングダムでの新たな冒険を描いている。その一方で時代設定がテレビシリーズ最終話のエピローグと同時期にあたる10年後とされており大人に成長した はるかたちについても触れられている。パンプキン王国の宝物で脚本を手掛けた秋の桜子による初めての小説作品で執筆を引き受けた経緯について、夫の石田圭介の友人である講談社の社員が、経験文庫の担当者に秋これが映画の脚本を書いたことを話したところ、担当者がゴー・プリンセス・プリキュアのノベライズを考えており、その執筆の依頼が来たという。 表紙イラストは、プリキュアとレフィの、ワンダーナイト。監督の宮本博士が担当している。ソロの宮花は、絵本作家の七瀬結衣が書く、プリンセスプリキュアの大ファン。ある日、プリキュアの夢を見るのだが、それは、レフィという少女が出てくる、これまで読んだ物語にはなかった内容だった。ハロウィンである10月31日、花は仲良しになった、春の遥が働く、和菓子屋の、 中国に行くと、目の前で突然遥かの姿が光に包まれて、消えてしまう。花は、おばあちゃまと呼んでいる祖母と共に、はるかを探すが、部屋に置いてあった、夢で見た少女の人形を手に取ると光に包まれてしまう。花が目を開けると、そこにはプリキュアたちの姿があり、自らは、レフィの姿に、おばあちゃまもイノシシのような妖精になっていた。そこは、 パンプキングダムという夢で見た異世界だということ、目の前にいるキュアフローラは花がよく知っている遥か自身であり、これまで読んだ物語は遥かたちが実際に経験したことをもとに、ユイが書いたこと、そしてこの世界の王女である本物のレフィは突然どこかへ消えてしまったことを知る。花はレフィとして振る舞いながら妖精の祈りんとなったおばあちゃま、そして プリキュアたちとレフィの手がかりを探しに、王国中を回ることになる。そうした中、花には、どこからか、耳に届くまがまがしい声が聞こえ、フローラも、悪の気配を感じていた。必殺技横浜市との大規模タイアップは本作品でも、継続され、2015年10月17日から11月15日に、かけて、横浜市へ地下鉄や横浜市内の観光施設、 商業施設等でスタンプラリーも開催されるほか、港未来にある横浜コスモワールドでは大観覧車のゴンドラをプリキュア仕様にしたり、園内に本作品の BGM やキュアフローラのアナウンスが流れるなど、園内がプリキュア一色となった公開記念イベントを実施している。他にも子育て支援の一環として、小児向け医療施策の PR、観光キャンペーンなどを実施する。 また、パンプキン王国の宝物冒頭部では、同市内にある外交官の家やブラフ18番館をモデルにした建物が登場している。同時上映のデジモン・セーバーズ・ザ・ムービー級極パワー、バーストモード発動、と合わせて計70分だった。正面中央部は、 キュアフローラのティアラ、裏の中央部はパンプキンが描かれており、初めて中央部にプリキュアが描かれてない。キュアフローラといたずら鏡を除く。物語号、プリンセスプリキュアゲトレフィの冒険に関するカテゴリー。ありがとうございます。